の畑の食材をそのままこう自分たちで取ってそれをこうフランス料理にこう変えていくというようなこうコンセプトの、お店だったんですね。でなのでその時にあの野菜作りみたいなところをあのこう間近で見ることができて、でまあなおかつまあ収穫体験みたいなこともできて、でそれがねこう自分たちでこうお料理に変えていくっていう、こう楽しさみたいなものがあのもっともともとありました。でいつかはね自分が独立してあのお店をやるようなことがもしある時は自分で野菜を作りたいなというようなことをあの漠然と思ってました。家族全員で仕事をしているようなね、こう家族一丸となってあの自分たちがこのトマトを通してねお金を稼いでみんなでこれでこう生活をしてるんだっていうようなね、なんかこう自分たちであのこう立ってるっていう感じがねなんかこうあるんですよね。だからそれがすごくあの嬉しくって、そういう風に感じれることがすごい嬉しくって、あのなんかとても充実してますね。せーの、いただきます。あの着実に一歩一歩こう歩いていればあのきっとあのいい道がね開けてくるっていうのはあのすごく感じてますね。はい。